はい、今回ホンダカーですね、新型 SUV の発売情報が入ってきたんで、内外装のデザインとスペックで装備関連と価格と発売時期について紹介していきます。今回はコンパクト SUV ではなくてミドルサイズの SUV ですね。車面の方が分かっていて、車面の方がシビック SUV、 8月にフルモデルチェンジした新型シビックとプラットフォームを共有し SUV 車として開発。もうリーク画像の方が海外の方でできていて、で2022年、もうすぐ2022年ですけど、国内で販売終了予定の CR-V に代わりホンダのフラッグシップ SUV として発売へ。ホンダはベゼルしかないですからね、もうそうなってきたら。だシビック SUV が発売したも一番大きな SUV となるんで、ホンダのフラッグシップ SUV として発売へ。インサイトと、あと何でしたっけ、シャトルも2022年に販売終了予定で、CR-V に関しては海外でまた発売を継続する予定ですね。国内での販売を終了するだけであって、CR-V に関しては海外で販売を継続して、で今回発売予定の新型シビック SUV に関しては、ベゼルと CR-V の中間サイズとして追加することで、利便性と取り回しやすさを追求。でシーケンシャルターンランプを装備して、外装のデザインがフロントグリルを大型化し、押し出し感を強く、良いサイドを強調したバンパーを採用することによりさらなる存在感、優れた空力性能を実現したデザインへ。で現在の SUV のトレンドとして、ギアコンビランプには従来多かった縦長からワイド感を出すように横長にシフト、横一文字にはならないみたいですね。最近流行りの横一文字のリアコンビネーションランプを採用せずに。リアに関してはシーケンシャルウィンカーという話は聞いてないですね。で内装に関しては最新の装備を採用することにより、新型シビック以上に上質な質感、装備類と操作性が向上。デザイン性に関しては今回フルモデルチェンジしたですね、8月にフルモデルチェンジしたシビックと似たようなデザインなんですけど、それ以上に質感とか装備関係と操作性がアップして、でシート表記に関しては全車コンビシート、プライムスムース×ファブリックで、最上級に関してはメーカーオプション設定でホンガーシートを採用して、でメーターにはデジタルメーターを採用し、地図などの多彩な情報を提供する自動地図更新サービスに対応。でインフォテインメントシステムにはホンダ車専用車載通信モジュールホンダコネクトが搭載され、 Apple CarPlay と Android Auto に対応して、で他の装備類としてツインムーンルーフ、ドライビングポジションメモリースイッチ、ハンズフリースライドドア、バックドアなどを設定。これは上級グレードに標準装備で、他のグレードに関してはメーカーオプション設定ですね。で大体のボディスペックの方も判明して、上が新型シビック SUV で、下が現行の CR-V ですね。新型シビック SUV のボディスペックが全長 4m57.5、 車幅が 1m84 で、全高 1m65 で、現行 CR-V のボディスペックが全長 4m60.5、 車幅 1m85.5 で、全高 1m68 だ。ベゼルと CR-V の間の車格で、それでも CR-V 酔いのボディスペックですね。そんなに CR-V と変わらないんで、若干全体的にですね、ボディスペックは小さめで、でホイールベースは 2m73.5 で、パワーユニットが2つ、1つ目が直四 1.5 リッターターボプラスマイルドハイブリッドで、182馬力 24.5kg で、2つ目が直四2リッタープラスモーターの EHEV で、エンジンが145馬力、17.8kg、システム出力が184馬力、32.1kg で、1.5 リッターのターボの方にマイルドハイブリッドの方が追加されるんで、で直用 2.0 の2モーターの EHEV に関しては現行の CR-V とそんなに変わらないですね。 IMMD ですね。で燃費の方が、新型シビック SUV のガソリンターボが 16.2kPa で、で EHEV に関しては 23.0kPa なんで、肉の方ですね。
だ CRV より1割ぐらい燃費の方が低燃費になって、で最低地上高が20センチ、で最小回転半径に関しては 5.5 メーターで、トランスミッションは CVT で、ハイビットの方は無断変速機で、駆動方式は両車ともガスインも EHEV の方も2区と4区の設定があって、で乗車定に関しては 2S シートの5名乗車と3列シートの7名乗車がラインナップで、予防安全システムに次世代型のホンダセンシングが全車に標準装備、探知機能の方がフロントワイドビューカメラ、前後8つのソナーセンサー、高速画像処理チップの採用により探知性能と機能類が大幅にアップで、機能類の方が衝突軽減ブレーキ、 CMBS、 日中の自転車と昼夜間の歩行者ですね、で誤発進抑制機能、歩行者事故低減ステアリング、路外圧抑制機能、まあ、ここら辺の機能に関しては従来からある安全装備の機能なんですけどね、まあ、ここら辺もアップデートがあるみたい で渋滞追従式のクルコン、トラフィックジャムアシスト、カーブ速度抑制制御機能付きのレーンキープ、先行車発進をしやす機能、車線認識機能も年々向上してますからね、探知機能の方が、標識認識機能、後方誤発進抑制機能、緊急衝突軽減ブレーキで、下級グレードと中間グレードがオートマチックハイビーム、中間グレードのメーカーオプション設定で最上級の標準装備としてアダプティブドライビングビームで、ブラインドスポットインフォメーションで、価格の方が 1.5 リッターのガソリンターボがプラスマイルドハイビッドの方が336万1600円から最上級は396万8800円で、ハイビッドの方がベースは392万5900円から最上級が433万8400円、まあ、これ CRV の価格で、で新型シビック SUV の価格の方が、まあ、ガソリンが319万円からで、 EHEV の方が375万以上になるんじゃないかという予想価格ですね。で発売時期に関しては、新型シビック SUV は2022年9月号に発売予定、2021年の累計販売台数とかランキングの方が2022年の1月11日に分かるんで、だ CRV が今年どれぐらい売れたのか分かんないですけどね、まあ、販売終了するぐらいなんでそんなに売れてなかったんでしょうね。だからといってシビック SUV 発売したところで売れるのかっていう疑問がありますけどね。フルモデルチェンジしたばっかしのシビック自体、まあ、ベースのシビック自体が売れてないんでそんなに。はい、今回ホンダが新型 SUV を発売へ、新型シビック SUV の内外装とスペックで、装備関連と価格、多彩時期について紹介しました。